さあ始まりました、お兄ちゃんです。ということで今回もこちらの企画でございます、競馬クイズということで、ゲストギャロップの林さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。競馬クイズといえば林さんですけど、この間は一応一勝一敗。そうなんですよ。ということでね、勝ち点まだ1だ。引き分けって一番割り悪いよね。そう考えたら、はい、1.5 じゃないとあかんところを1やからな。そうなんですよ。一応僕は勝ち点4持ってる状態なんで、っていうことよね、はい、じゃあもういよいよここで、うん、国に帰るかどうか帰るかどうかかかってるわけね。はい、お願いします。さあということで今回の MC もこちらの方です。どうもー、モーデルまだ出ない、モーデルまだ出ない、ガガ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 ガ出るだけさ、もう出る。どうも、キロモデルでーす。無事大当たりが出ました。これでもほんまに編集者のやる時間によったら全部カットされる。確かに。そうですね、はい、頼む、頼む、良きに計らってくれでもあのほんまにスーパーリーチを楽しんでくれたあの意見も実はちょっと前にあったんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。今回も現行の MC させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のゲームはバネーしりとりスプリンターズ。はい、いつも拍手するんですけど意味分かってない、うん、さあ今回はですね、こちら私の手元に50音が書かれた札がございます。これを今からお二人に7枚ずつ配ります、うん、で、その7枚配った状態で私が1枚、今で言うとカカから始まって、お手持ちのひらがなで終わる場面を考えていただきたい、うんうん、例えばカで始まってコが手元にあったとしたら、カから始まってコで終わる場面、もしいるようであればそれをお答えいただく、うん、そうなると次コから始まる場面を考えていただいて、残りの手札、手持ちの紙の中からこうから始まって、例えばその例で終わる場面をまた考えていただいて、うん、先に手札7枚をなくした方が勝利で、また、存在しない並びになってしまう可能性もあります。うん、その場合はちょっと適宜その最初の文字を変えさせていただいたりとかはしたいとは思いますが、極力は7枚全部なくなる方をちょっと目指していただきたいと思います。もしくは制限時間3分経過した時に残りの手札の数が7枚からどれだけ減っているかで勝負を決める。なるほど。いうルールもご用意させていただいております。連チャンで出してもいいってことですか？もちろん早いもの勝ちでございますので、できるんであればこれ出して、出した言葉から始まる馬、ケツの言葉もこれがあってて2頭ぐらい、うん、連鎖できたら一気に手札減らせるんではないかと。ただかなり難易度が高いので、まあ濁点半濁点はまあついても OK だから、パーでもハーでも OK、 バーでも OK というルールにさせていただきたいと思います、うん、あとひらがなを一回カタカナに変換しなあかんで。ああなるほどなるほど、うん、なんかちょっとイメージしちゃいますよね、ひらがなって。あれは伸ばし棒は、伸ばし棒はその1個前の文字を取りたいと。なるほど、思います。はい、カンパ2やったら最後に2でも2で。なるほど、ね、オッケーです。では、7枚まず手札を配りたいと思います、はい、さあでは今手元に7枚ずつ、これ良さそう、あこれも良さそう、配らせていただきました。これあるかな。さあその札をいや封筒部屋確認していただいて、その言葉で終わる競走馬ですね。よっ、うわーそうですか。で語尾も濁点半濁点は変えていただいても大丈夫と。なるほど、ね、ということでございます。だからこれはもうベーでもペーでもベーでもペーでも OK でございますし、そういうしてペーとかベーヘーでも伸ばし棒も1個前の文字をカウントしますので OK ということになります、うん、OK。 さあでは制限時間以内にどれだけ減らせるのか、はい、はたまた7枚全部をなくすことができるのか参りたいと思います。最初の頭文字はこちら、ひ。さあひび、ぴから始まる競走馬お考えください。
さひりぴから始まって手持ちの札で終わる競走馬でございます。さあひねり出してまずどちらが唇を切るのか。もうはい、お兄さん早速ビートブラック、ビートブラック、 OK。 では続いてクから黒船、黒船、さあ、ねから始まる競走馬。さあ、ね、今同じ部屋で見ている中野くん、ね、大好き作家中野くんはもうあるぞという顔してます。それもあんねや。ね、お前あるな。林さんの俺見つけたぞ。おっと。さあ、ねから始まる。ねで始まるのって多いで。さあ、そして林さんのはあるぞという中でお兄さんが減らすことができるのか。ねから始まって手持ちの札で終わる競走馬の場面。いろんな角度ね、ねの後が伸ばし棒だったりだとか、いろんな角度でちょっと引きなしを開けなければいけないというゲームでございます。さあこれね、ちょっと林さんの手札でねがあるというので、ちょっとこう頭文字を変えるタイミング難しいところではございますが、さあではちょっと出ないようであれば、頭文字をちょっと一旦リセットで私の手札から引き直しとさせていただきたいと思います。さあではリセットさせていただいた最初の頭文字、こちら、ほほぼぽですね、から始まる競走馬、改めてお考えください。うわー、場所も出る、さっきの、あー、そう、あー、取っとけばなった。さあ、ほぼぽでございます。さあ、ない手持ちの札の中からほぼぽ、お紅葉ボーイ、紅葉ボーイ、はい、OK ですかね。さあ、では次イから始まる場面お考えください。さあ、お兄さんが息も3枚、お、インターライナー、インターライナー、 OK。 ではなから始まる競走馬でございます。さあ、気持ちが増やせるの減らせるのか。さあ、そこまでということで3分経過して、手持ちの札、お兄さんが残り4枚、林さんが6枚ということですので、お兄さんの勝利。やった、むず難しいな。もう一回だけもう一回だけやってくれこれね、林さんなかなか名の時あれやろ、名杯シーズン、はい、名杯シーズン、さあ、ザ、ああ、ネイティブダンサーとか、ネイティブダンサー、そんなんもええんや、俺も出た、俺も出た、なるほどなるほど、オッケーオッケー、いや、このゲームはむずいけど、面白い、いや、お二人からしても難しいと思うんですけど、うん、MC としても、つなぐむず、うん、ちょっと練習やと思って、ちょっともう一回もう一回だけどうですか、3分短いですね、5分、まあ、でも、3分でできあ、まあ、3分、あ、間取って4分かな、4分、なるほどなるほど、持って数増やします、それはあるやん、あ、10枚ぐらい、10枚減る、うん、減らすか、10枚4分で減りましょうか、はい、じゃあ10枚ずつに、うん、そうね、次ね、変更して、ちょっとゼロにするというよりも、まあ、制限時間内でどれだけ減らせるかということに、そうね、さあ、キーはいいよ、あ、意外とローも良さそう、そうはな、さあ、欲しかった、さっき、さあ、ということで、第1戦目から若干ルールも、うん、変えた状態での第2戦目でございます。手札が10枚になっております、うん、さあ、それでは参りましょう。場面シートリースプリンターズ、最初の頭文字はそんな声、こちら、ふ、ふ、もしくはぶ、ぷから始まる
競走馬でございます。お考えください。さあ、ふ、う、ぷでございます。お、早速パラダイス、海のパラダイス、海のパラダイス、オッケー。では、すから始まる競走馬、鈴鹿マンボ。お、鈴鹿マンボ。さあ、次はほ、ボールドエンペラー。お、ボールドエンペラー、ラでございます。さあ、ラ、終わり方も濁点、半濁点は OK。 ライラック、ライラック、黒船、黒船、ね、林ラッシュ、ネーハイシーザー、ネーハイシーザー、さあでございます。さあ、でもザーでも OK。 さあ、ここに来てテンポが上がってまいりました。サーカーもしくはザで始まる競走馬、手持ちの札の中でサーカーもしくはザーから始まって終わる競走馬があるのか。さあ、ご覧になっている方はもしかしたら、いやあれがいるじゃないかっていうもどかしさ。サキ、サキ、はい、はい、さ、これは伸ばし棒ですか、はい、サキでは、キーから始まる、キーもしくはギーですね。キングヘイロー、キングヘイロー、さあ、ウォーマンエンパイアテンポが上がってきた。今、あーですね。これ、あ、同じのとかあんの？あ、本当ですね。重複しているのが。いや、本物になりますから。ありますが、差し替えますか？急遽1個変える？はい。で、ちょっと今、重複してしまったところ。はい。はい。はい、ちょっとランナーに変えさせていただいて、あーから始まる競走馬でございます。あから始まって、手持ちの札の中のどれかで終わる。あ、テンポアップで争える場面が見えてきてます。この考え方って人それぞれ癖が出るんですね。全く動かない。ない。ない。さあ、もしお二人ともちょっとないようであれば、もう頭文字変えましょうかね。変えよう。アイアム神の孫出た、滑り込んだ。アイアム神の孫、子から始まる競走馬に更新されております。子もしくは子。さあ、10枚からスタートして、お互い結構手札減ってきてますが、さあ、制限時間的にも次出せたらだいぶ勝ちが近い。混合力士を、混合力士、おー、オッケー。おーから始まる競走馬、さあ、絞り出せるか。お兄さんが後半動けない。さあ、どうなる。おーから始まるが、しかし林さん、どうやら手持ちにはない。思い浮かんだ競走馬はあったが、手持ちにはなかった。さあ、絞り出せるのか。手札が少なくなってきてからだいぶ難しくなりますが、そこを乗り越えるとかなり勝利が近づく。王から始まる競走馬、王がおらんな。濁点半濁点はつきません。ないもどかしさが現れております。さあ、もし両者ともにないようであればラストぐらいですかね。頭文字変えても、はい、じゃあ柱文字変えましょう。こちら、先輩早っ。さあ、い、頭文字がいに変わっております。僕が背を出すの分かってたかのようなお兄さんの、そこまで。うわー、うわー、同点。さあ、ということで10枚から手札スタートして、お互い4枚ずつということで引き分け。俺多分もう外面はもう終わるやつないなと、はいはいはい、これ排除して考えたけど無理やったな。生しのですわ、生しのいや、でもこれ途中は両者ともにラッシュと言いますか、畳みかけるようなところも。いや、林ラッシュの時どうしようかライラック、ライラック、黒船、黒船。いや、あのまま全部終わる勢いでしたね。いや、これもう心の中を見てほしいんやけど、はい、頑張って浮かべた時にうんで終わるやつやった時に、確かにね
でその冠さんの時も佐藤なんて山ほどあるから、うんうんうん、全然当てはまらへんねん。はいはいはい、はい、結構俺数で終わるやつが多くて、うん、数最初に出してる。なるほどなるほど。数あったのによっしゃと思ったら数ないわ思ってこれは。まあでもちょっと10枚に変えたことで、うん、出せる数が増えたりとかしたので、ね、多い方がねいいかもしれないですし、うん、いや僕があの問題チェンジでって精出した時そのお兄さん出すスピード早すぎませんでした。いやあれちょっとおかしいよね。先輩先輩早っ。やったやってないやってない。同時にもう出てきてましたけど。いやいやもうもうすぐもういい持ってたんです。だからかけてたんです。イーとウーとエーにしかかけてなかった。メートスはもう絶対メートソーで終わる馬。なるほど。今フリーで言われって難しいの。うん確かに。でも終わる言葉ってパッて浮かばへんよね、はいはいはい、言わない。確かに、うん、これはなかなかその対応力も問われるゲームでございましたが、結果は引き分けということでございました。結局引き分けかい。まあでも1回負けてるからね僕は。だからいっぱい1分けやから。あ、うん、あそうかそれで、はい、そうさあということで、はい、場面しりとりスプリンターズでございました。ありがとうございました。